どうもパトナーチャンネルでーす。どうもーい。ハスタ最終日でございます。明日から越谷に行きまーす。で、越谷の店長おー、映らないかと思った。丸亀です。よろしくお願いします。まあでも前回出てますからね。出てます。インハスだ。なかなかだよ、なか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 。人は多いのにクラブが少ない。そんな一日、はい、昨日富山の試合出てきましたが惨敗しました。また動画近々上げますんでお願いします。てかもう上げたくないぐらい惨敗でした。今日はアイアンウェッジチッパー危ねえ。まあ、ちょっと少ない日ですが、まずはアイアンからゼクシオフォージド、フォージド2017だったかな、確か。違う、15。え、15っすか。あ、13。え、13、2013。まあ年式的に考えるとかなり綺麗なクラブです。グリップも純正、グリップはまだいけるかな。めっちゃ声入ってます。はい、続いてがウェッジですね。まあまあ別のお客様なんですけど、ゼクシオフォージド、こっちが2017ですね、のアプローチとサンドウェッジです。俺査定したのそっちだ。そうで、シャフトが NS930DST の R ですね。まあゼクシオのオリジナルのシャフトですかね。で、グリップはこちらもオリジナル純正です。まあまだまだ使っていただけるかなとは思います。続いてチョッパー、チッパーチッパー値段が隠しシュア DD じゃないのか。シュア DD 33度、これは上げて転がるみたいなやつですよね。です。止まる方じゃない、ランニングアプローチがしやすいウェッジチッパーです。まあ、シャンクしないんでアプローチ悩んでる方ぜひおすすめです。はい、グリップか、グリップジャンボ、ジャンボです。めっちゃ太い。で、あと最後がシャフトですね。ツアー ID の GT6S です。まあ、ちょっと短く、何これ、ドライバー用か。まあ、スリーブ入ってないですね。なので、どれでも組み上げられます。以上ですね。ちょっと寂しい買い取りでした。あれ？ということで、杉町プロが蓮田店でオールラストでございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。越谷花田グループ店で、明日から、勤務予定になりますので、ドラゴンしますよ。ぜひお近くの際は、行っていただけると喜ぶと思います。まあこっちでも動画撮ると思うので、よろしくお願いします。お願いします。バッハハたかひろです。よろしくお願いします。いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ、こんにちは。こんにちは。ちょっと待って。え？ちょっと待って。早いな。早いな。いいよ。最初からでいい。よかった、早いじゃんか。あのね、1分か2分いったらもうそのまま走り抜けますから。ごめんなさい。分かるよ、分かるよ。いいですか。はい、蓮田店日向隆弘です。よろしくお願いします。僕が査定するステルスです。いらっしゃいませ、こんにちは。こんにちはご来店ありがとうございます。はい、本日は買取査定ですか。あ、そうです。あ、はい、ありがとうございます。はい、あ、ステルスですね。しかも状態大変綺麗ですね。そんなに使用されて使ってないですか。そうですね。新品で購入されたんですか。そうです。ちなみに当店でご利用初めて。あ、初めてですね。あ、であればどちらで来ても。ネットで買ったんですよ。あ、そうなんですね。はい、今やっぱり、まあ出て間もないですし、まあもう半年ぐらいか経ってますけども、非常に人気あるクラブなので、
本日は新しいクラブとか購入されたんですか？あ、まだ購入してないんですよね。あ、そうなんですか、はい、なんか気になってるモデルとかございますか？そうですね、このネクストジェンの210までっていうので、はい、